卓上ラボ選票を、うん、井上久志さん、はい、金玉を弾くとシンセドラムになるといったような C 級のギャグ、はい、笑わせる工夫が実に多く、その一つ一つはあるいは愚劣、うん、あるいは低級、うん、あるいは下手くそであるが、それらが速写され簡単なくつなげられ、ここまでびっしりと詰め込まれると、どれもこれも不思議な光り方をし始めるから期待である、うん、ギャグは全部くだらないし、うんうん、レベル低いのにその数がすごくいっぱいあって、うん、はいはい、隙間がないほど連射されると、うん、どれも急に光って見えるというようなことを言ってますね、うんうん、また宇宙を持ち出したりマルクス兄弟に目配せしたりして、うん、指摘張ったりは相当なものだが、しかしやはり渓流にこれだけは質のいい叙情が流れている。それに誠に通俗的な人情話をここまで総的なスラップスティック劇に仕立て上げるという戦略もしたたかだと書いてありますね。なるほど。個人ではこんな感じなんだけど、はいはい、総評では、井上久志さんは松尾鈴木さんの受賞には反対してます。だからまあ、井上久志さんは、うん、あの物語作家でももちろんあるし、うん、あのギャグ作家としての自負もあるから、はいはい、こういうものはギャグとは言わねえんだよって言いたいわけです ね。なるほどね。一個一個ただ面白いことをつなげて見せただけなものはギャグとは言いませんと、はいはいはい、もっと面白さっていうのは違うんだと本当は言いたいっていう感じですかね。で、あとまあね、はっきり言ってその知的な目配せして張ったり、要するに自分は賢いんだというようなことを随所に散りばめてくるあたりがいやらしいんですよ、と言いたいんですね。まあ、それもまた井上さんは、うん、自分のようなものが本当の知性を持っているという自負がおそらくあるので、あの、自分が賢いんだということは言わない方が賢いと思ってるんですね。ところが、やっぱり松尾さんみたいな人は、まあ、コント作家だと思われてる節もあるので、うんうん、自分がこんだけ賢いんですよっていうところをチラチラ見せないと不安になっちゃって、はいはい、ちゃんとみんなが賢いと思ってくれないんじゃないかという不安が多分あるんだとカッパしたいわけですね、井上さんとしてもね。はいはい、ただまあそういう自分の頭の良さとか、うん、ギャグの面白さとかは全然ダメだが、うん、だけどまあ叙情というもの、何かこのペーソスのあるメランコリックなムードというのは評価してもいいと。なるほど。唯一。ほうほう。でプラス通俗的な人情話、うん、つまりまあ普通の話だよね、うん、これっていう、はいはい、いい話じゃん単なるっていう話を、まあここまでスラップスティックな競争的な物語に仕立て上げるのはうまいとは言われてなくて、したたかだと言ってますね。だから本当はこの作家はみんなが言ってるようなアナーキーで破天荒な作家じゃなく、普通の常識的な通俗作家じゃんと。だけどそれをそう見せないようにする手腕がうまいと言ってる。したたか。非常にね、あの嫌味な文章。これインディンブレッツですか、言い方わかんないですけど。まあまあちょっとあの裏があるような書き方ですね。こういうのをいいって言っていいのみたいな感じですね。はい。それが井上久志さんです。面白い。はい。うん、次、太田翔吾さんです。お、初めの数ページ、そこには他の候補作を断然しのぐ力が感じられ、うん、メモにも出だし、車椅子の身体障害を持つ少女と父の場からリスの場まですごいと書きました。テレビ芸能文化を共通項として成り立っているとする詩の、ここにあるものの前提が、私にはひどく狭いものに思え、死の感受している現実認識はどこまで他者と交換し得るものとしようとしているのか、ということに疑問を感じたということです。つまり、ここにあるものの空虚が、そこへの時速のように思えたと言ったらよいでしょうか、と書いてますね。つまりですね、力量はあるんだけど、そもそもこの人の見てる世界というものに、疑問があるって言ってるんですね。まあ、ここに書いてある宇宙は見えるところまでしかないと書いてあるんだけど、うん、じゃあ結局その見えるとこってどこに設定してるのかってことが疑問だって言ってるんですね。ああ、テレビ芸能文化を共通項として成り立っている。はいはい、つまり、みんなが同じテレビ番組を見ることで同じ情報を共有する。うん、つまり、みんなが見てる世界というのはそこなんだっていうふうに捉えているけれども、それって狭くないって言ってるんだね。同じテレビ番組見てるというだけで、みんなが同じ認識の世界を見てるんだと言っていいのか。同じテレビ番組見てても違うものを見てるってこともあるんじゃない、多分太田さんは言ってるんだと。つまり、ここにあるものの空虚がそこへの時速、つまり同じものを見てるからこそみんながそこにないものを求めるっていうことは、それは非常に狭いよねっていう考え方としてというようなことを言ってるという感じでしょうかね。その物語の仕立てというよりは、松尾さんの現実認識に意義があると言いたいということで、
見えるところまでしかないって言ったけど、うん、見えるところまでって何を指してるのかが曖昧だと言ってるって、うん、なるほどね。太田翔吾先生はなんか大人だね。そんなところから切り込んでくるまともだなっていうか、まともだな。なんてまともな意見を言ってるの聞いちゃうみたいな。そんな松本さんのこんな本だって、そんなって悪い意味じゃないけど、うん、こういう本に、そんなまともなことをおっしゃられるんですかって。やっぱそこはね、そこも俺はね、結構、ま、やっぱユニークだなと思いますね。太田翔吾さんってね、下に見てないんですよね。そうだ、全く上から見てない、うん。こういう作品を提出されたときは、やっぱりその作家の問題認識というものに、どうしても気を配ってしまうところが太田翔吾。先生みたいなね。いや、先生ですね。ちゃんと採点してくれたんだけど、ね、まあ、多分見てほしいところ以外のところ採点っていう感じ。俺たちそういうの聞きたいんじゃねえなって。そうっすか、みたいな、なんじゃないかなと思います。まあ、太田翔吾さんには逆に言うと、それぐらいしか多分ね、これをジャッジする視点がないんだと思うんですよ。その作者の世界認識さえ、腑に落ちるものであれば、どんな物語世界が展開されてるかは、究極問題にしないんですね。なるほどね。ただ、どういう設計されてんだ、こいつの、この作者の認識は、うん、とか視点は、ね、っていうところが常に気になっているという先生、ありがとうございます。感じですね。ためになる先生。ためになる先生。はい。次、岡部広大さんですね。なかなか褒められないわね。この作者の凄さは、緻密な構成力にある。破天荒を装いながら、その緻密な構成力には驚嘆させられる。ほとんど本能的な構成の巧みさである。現代の風俗や人間を描きながら、この作者が捉えているテーマは永遠と死である。第一幕の張り紙、生き神様の刻、神隠しの穴入るべからずから、我々はすでにこの作者の術中にはまることになる。これからこの作者は無自覚が自覚になり、無意識が意識になり、より過激を望む観客の要望にも応えながら、自分探しをしなければいけないのかもしれないが、このまま何かににじり寄ることを拒否する演劇を続けるなら、この作者はこの作者しか到達し得ない世界へ到達することになる。と書いてるんですね。なんかお告げみたいな、ね。まあ、大絶賛っていう感じですね。うん、まあ、岡部さんはやっぱり物語作家なので、うん、物語っていうものをすごく重要視されるので、はいはい、あんまり作者がどうかとかそういうことよりは、うん、面白い話だなって言ってるっていう感じでしょうかね。で、構成力がとにかくあると。一見これは、つまり、デタラメを装っているようでもあるけれども、ほとんど本能的にうまくできていると言ってますね。これが受け入れられたってことは、これから観客はどん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 この人に過激なもの、過激なものというのを要求するかもしれないと。その時に、日和らなければ。なるほど。ね。日和らないで、その今自分が見せている世界をそのまま前進させるように続けるならば、もう、唯一無二の存在になるだろうと言ってるわけね。まあ、これからは多分、観客の期待とか、読む人の期待がエスカレートしていくから、それにおもねらないように気をつけなさいという感じでしょうかね。まあ、先輩作家からの提言という感じかな。次、佐藤さん。佐藤誠さんね。松尾鈴木さんのファンキーは、精密機械の歯車のように、正確なセリフと場面の噛み合わせが見事だった。笑いと悪意と批評に溢れた短いショットが、まるで自動筆記のように心地よいリズムで連なっていく。そのリズム感覚が、新鮮な劇的文体の誕生を確かに予感させる。僕たちの周囲にある重くて日常的なテーマを、表層ではなく、現代人の身体感覚でさばいた手際にも拍手。大絶賛。おー、マジか。まさかの大絶賛ですね。まさかの大絶賛。これはね、でもね、わからんでもないんですよ。社会状況というものを相手にしているってことを言いたいんですね。はい、この自分たちが生きている社会というものが、どんな社会かが松尾さんには見えてると。ああ、で、それをちゃんとさばいた。佐藤さんは自分が多分ね、今この90年代生きてた、俺もそうしたって多分言いたいんだ、なるほど。だから、別に佐藤さんがやりたかったことは、まあ革命だけど、それは別にそういう思想を常に佐藤さんが持ってるわけじゃなく、社会がそれを要求したとき、自分はそれに応える、社会性があったってことなんですね。なるほどね。だから時代が変わって、今こういう世の中になったとき、そのこういう世の中だというふうにちゃんと汲み取る才能を持ってる現代の人なんだから、それははっきり言って自分と同じような仕事をしてると言いたいんだと、おそらく思う。だから社会の要請にちゃんと応えてる。自分がどういう世界に生きてるかをちゃんと見てて、形として表すことができてるというようなことが言いたいのではないか。意外な人が褒めてくれますね。意外な人が褒めてくれますね。はい、そんな感じでした。はい。竹内十一郎さんですね。第二世代の苦しみの竹内さん。はい。どうだろう。それにしても、心乱れる選考の2時間であった。開票の結果、私も一押ししたファンキーが予想外の大差で1位ということが判明したのだったが、太田さんから、太田翔吾ね、こういうものを演劇と呼ぶのならばという趣旨のファンキーに対する素朴で重い疑念が漏らされた。あのさーって感じなのかな。やだ、怖いよ。漏らされ、
井上さん、別役さんからも同様の感想が述べられたと。まあ、ジジイがうるさいこと言い始めたって感じですかね。年長者がね。年長者はちょっと渋ったっていう感じですかね。いや、そりゃそうだよ。ファンキー推薦の弁をというより、自らの演劇感を問われているようで、私は大いに困惑したが、それに加えて、これは演劇の企画の外だとする太田さんらの意見に対して、私のファンキー票は、描かれた世界の異様さに比べて、方法はひどくまともなウェルメイドではないかというものなので、なんとなく議論が噛み合わない。別役さんの戯曲ではなくショーの台本のようだという意見は私の腑に落ちたのだったがと、なんか言葉を大変濁されてそうだ、ね、ますけれども、まあこれはあの井上寿さんも言ってることと、まあ一致するんですけど、うん、これは非常に通俗的な話だよと言っているわけだね、うんうん、だから見た目とても破天荒な物語だというふうに見えるけど、はいはい、実際はとてもクラシックな、はいはい、非常にお話らしいお話、うんうん、まあさっき言ったように、ね、その構造がはっきり収束していくから、はいはい、秩序を回復していく話ということで、うんうん、なのでこれは非常にまともでウェルメイドな演劇だし演劇であって、アバンゲルドでは全然ないと竹内さんは言ってるんだね。だから話が噛み合わない。つまりあの他の人たちはこんな、これは演劇じゃないよと、こんなの演劇の台本じゃないよと、演劇っぽくないよと、俺たちはこういうものを戯曲だとは言いたくないと言ってるんだけど、太田翔吾さんとかはっきり言うと、ただ竹内さんはいやこれ演劇っぽい演劇だよって思ってるから、その議論にならない。噛み合わなくて困惑したと言ってありますね。ちょっと議論にならないぜっていう感じ、そのすり合わせができなかったと言ってるわけですね。困らせてますね、選考委員をね。はい、次、野田秀樹さんです。このファンキーは始まりから終わりまで暴走し続けている。松尾氏が机の前で書いたのかは知らないけれども、書いた場所から外へ外へと溢れ出ていく猥雑なエネルギーがある。それは芝居が持つ力であり、彼が面白い芝居の叩き台となるべき本をこれからも書き続けていくことの何よりの証だ。外から内へお堀を固めて権威になっていくような、今の日本の演劇界の風潮にあって、この内側から外へ流れ出していく松尾氏のエネルギーは、天井でひっくり返された巨大なバケツのようだ。その汚水は演劇界の破水である。同じ戯曲家として嫉妬すると書いてありますね。おー、これはですね、岸田戯曲賞の選評誌に残るフレーズです、うん、野田秀樹が言った松尾鈴木に、うんうん、同じ戯曲家として嫉妬する。まあね、あの野田さんはそのこと十分意識して書いてます。自分がこう書けばセンセーショナルだろうと思ってちゃんと書いてます、はいはい、だから、うん、もう野田秀樹が松尾鈴木の才能には俺は嫉妬するよと言ったっていうことですね、うん、最大級の褒め言葉ですね。そうだね、大絶賛、はい、野田さんは大絶賛です。で、うん、この当時野田さんは松尾鈴木さんを大変こう可愛がりましてですね、惚れ込んじゃったっていう感じですね、まあ意地悪な見方をすれば、この当時この松尾鈴木のような存在を擁護する自分かっこいいっていう部分は絶対にあった。あのもはや権威になりかけている自分が松尾鈴木を評価することで野田分かってるって思われるポジションは絶対にあったはずなんですよ。なるほどね、うん、だからこんな言葉を書くんですね。この同じ記憶家として嫉妬するとかは、まあ、本当に嫉妬したかどうかは別として、うん、ちゃんとね、計算高い、あの、コメントですね。とんでもないこと書いてあるでしょ？外から内へお堀を固めて権威になっていくような、うん、今の日本の演劇界の風潮にあってって、この選考委員のこと言ってるんですよ、これ。はい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 、ね。お偉いが先生方が集まって、権威固めしてるような、うん、こんなくだらねえ演劇界で、松尾のような存在は素晴らしいと、うん、権威からの外から現れた男。うん、だけど、はいはい、巧妙なのは、ここにから自分をオミットしてることですね。この選考会に並んでたから、お前だってそうじゃんっていう。そうだよね。当たり前なのに、なぜか自分は例外としてるんですよ。それは松尾を自分が褒めるからっていう。一見ここにいる奴らを権威主義者と権威だというふうに批判しておきながら、その権威に自分も座っているにもかかわらず、自分はその権威を否定する人間を評価することで、そのそしりを自分だけ逃れようとしている。やばい、ね。計算高い男ですね。やばい、ね。こんなこと言って怒られないから。まあでもね、ちょっと俺はね、これはね、書きすぎだなと思いました。あの、この当時、読んで、はいはい。ちょっと野田秀樹鼻につくなと思います。こんなに書いちゃうとさ、はい、この偉い俺が、このようなものを評価する、どうです皆さん。わかってますよ、私。若者の頃、掴んでますよ、うん。みたいなね、ちょっと見えすぎるなっていうところがあって、はいはい、ちょっと臭いんですけど、ただまあそういうのは邪推ですから、すべて、うん。本当は野田さんはすべて清い、清い心で松尾鈴木さんを評価したのかもしれません。はいはい、それは全部私の邪推です、はいはい。ただその後は、あの、野田さんは松尾さんをすごい重用したし、うん、松尾さんもまあ悪い気はしないので、はいはい、野田秀樹に可愛がられて、まあ仲良くしてましたね。はい。別役みのる大先生です。これを一辺の詩と考えた場合、あの、まず一言言わせてもらっていい？これを一辺の詩と考えた場合ってなんだその、なんだその前提って思ったけど、すごい、ここで、あの、別に本人真面目に書いてるけど、俺は爆笑しました。これを一辺の詩と考えた場合、別役先生なぜこれを一辺の詩と考えるんでしょうかその前提は何ですかって思ったんだけど、まあ、お茶目で可愛いとこですね。うん、まあ、やっぱさすが別役みのるってことですね。うん、
これを一辺の人と考えた場合、かつて天沢泰次郎が使った言い方をさせてもらえば、いささかも失速することなく、飛翔を続けし続けている見事さは認めなければならないであろう。私の言い方を使わせてもらえば、前編はしゃぎ切れているのである。何がこれらを飛翔させ、はしゃがせているのかということを意外に見せてはいない。例えばここには身体障害者やその近親相関などが語られているが、ではそのスキャンダリズムによって観客を挑発し、合わせて自ら鼓舞されようとしているのかというと、必ずしもそうではない。そうした野蛮な手つきは見事にすり抜けられているのであると、まあいいところをね、抜きましたんで、そう書いてあります。だから、これはまあ本当に、すごくはしゃぎ切れていて、うん、とっても全体のトーンがつまり一致してるところですね。尻すぼみとかになってない、うん。この調子で続くのかよと思った、このノリを最後まで完璧に貫き通した。うん、これは見事。で、しかも、うん、そもそもなんでこの人はこんなにはしゃいでるのか、うん、なんでこんなにテンションが高いのか、うん、ってことがわからないってことね、うん。この作品の中に意外とその理由を見せてないところが深いと言ってるんですね。つまりそれが分かってしまうと、なるほど、なるほど、この話はこうなのね、うん。だからこういうテンションだったのねっていうふうに、あの評論家的には回収されちゃうんだけど、うんうん、全部読んだ結果でなんでこいつはしゃいでたんだってことがわからない。それはなかなかすごいね、あの狂気的だねって言ってね、はいはい、一見身体障害者は使ってたり、うん、一見近親相関などを使って見た目は過激に作っているけど、うん、じゃあその過激なテーマを出すことで観客がうわーって挑発され、それによってテンションを取ってるかっていうと、案外そうじゃないな。つまり観客を乗らせて、ノリで勢いで浮かれてんじゃないと。はじめから知的に浮かれて、そういう内容とは関係なく全編自分のトーンで埋め尽くしてるというのはただごとではないというような褒めっぷりですね。褒めてるところだけ抜いたんですと言ってますが、ただ受賞には反対してます。はいはい、だから、でも面白いんだけど、これって戯曲なのかどうか。なんでこれ詩として多分ね、あの深読みするとね、これを戯曲として読みたくなかったんだと思うんですね。ね、別役さんは、はいはい、戯曲とは言いたくない、あのだから詩として考えればわかるっていうことですね、はいはい、ただこれを戯曲として捉えていいかっていうと、大きな疑問があるとおそらく言いたいのだと思います。だからこういうものを戯曲とは私は呼びたくない。なるほど。でだから、まあ、あの竹内雄一郎さんの選評である通り、戯曲ではなくショーの台本のようだ、うん、まあ、もうちょっと言う、だからそのお笑いのコント台本みたいなもんだと多分言いたいだと思うんですね、うん、はいはい、つまり戯曲としての体裁はなされてないんじゃないこれはと言いたいのが、おそらく井上寿さんと別役みのるさんと、太田翔子さんの3人は反対、岡部さんとか竹内さんとか小田秀樹さん、佐藤真人さん、うん、なんか大賛成っていう感じですね、はいはい、まあ、で4対3なんで受賞したっていう感じでしょう。松尾さんの才能はもちろんみんな認めるところだが、うん、果たしてこういうものを戯曲として読んでいいのかどうかということには疑義があるというのが大きなテーマだったっていうことですね。で野田秀樹さんなんかは言ってみればこれは戯曲じゃない、そういうあの従来の枠からはみ出ている、そこがいいんだと言ってみせた、はいはい、でそれに対して竹内さんとかは、いやいやこれクラシック戯曲でしょと、ザ・スタンダード中のスタンダード、ウェルメイド中のウェルメイドじゃんと、そんなこと問題にすることがおかしいよ、はいはいはい、っていう意見。やばいね。だから竹内さんがここにあの自らの演劇感を問われているようで、私は大いに困惑したがって書いてあるの、まさに多分その通りなんですね、うん、それぞれの演劇感が問われたんですね、はいはい、その時これを演劇とするかどうかがみんなバラバラだったっていう感じ、うん、まあ98年ぐらいから大人計画僕は見始めたので、はいはい、比較的タイムリーに読んだんですね。98年に多分読んだと思います、はいはい、でその時この選評も読んで、当時の若者であった私の感覚を言わせてもらうと、全員ピントがずれてると思いました。この選評は、はあはあ、誰も一人も分かってねえなって思いました。なるほど、はあ、つまりこういうものは今までの演劇界にはあったとかなかったとか、はい、これはもう戯曲とは呼べないとか、はい、いやクラシックな戯曲だとか、この野田秀樹さんが図らずも言ったように、自分たちが演劇界の神様で、これは演劇かどうかをジャッジする権威だと思っているんですね。だからその自分たちが認めるかどうか、これを戯曲と呼べるかどうかということを言ってるんだけど、うん、はっきり言ってそんなことどうでもいいっていうところからこの人は出てきた人だから、これが戯曲かどうかということを議論してること自体がこの人たちのピントがずれてる。なるほど。だし自分たちが認めるか認めないかによって、これが戯曲として成立するかしないかなどというふうに、はっきり言ってもはやそんな演劇状況などというものはないのに、はい、崩壊しているのにもかかわらず、まだそんなところにこの人たちはいるっていうことがはっきりしたと思って、だからその状況というものが実はまだあって、自分たちがそれを設定してるんだと思っている、あのもう税理委員会みたいなもんで、はい、あのこっちはこっちで現場は現場で勝手にやってんのに、はい、受けた後には税理委員会現れて、今回のこれを定義しようとか言い始めたっていう感じなのね、はいはい、いやそうじゃなくて、もう意見場と
批評家にいるあなたたちのスタンスっていうか、立ち位置がもう決定的に離れてるってことが明らかになっただけで、はあ、それを認めるかどうかなんてことを議論してること自体にピントがずれてるとすごく思ったんですね、はあ、当時ね。で、今もそう思いますね、これ読むと。何を問題にしてんだ、こいつらっていう。だから結局こういうものを認めるかどうかだけなんですね、この人たちが問題にしてることは。私は今読んで、まず論点はそこになるだろうとは思った。うん、そう、これをその戯曲の作品として認めるかどうかっていうところできっと揉めるだろうと。一つの作品としてあって、うん、その作品をどう読むかという意味ではそうだけど、うん、この当時ライブで生きてた俺からして私からすると、うん、そんなことを問題にしてることが全くこの戯曲を読めてないっていう証拠だと俺には思ったんですよ。なるほど、ね。ただそれは私が70年代とか80年代の戯曲を今好きかって言ってる時に、うん、そのアングラの時代実際テントとかに座ったおじさんとかが多分俺の話を聞いたら激怒するだろうね。なるほど、ね。そういうことじゃねえんだよっていう同じことです。だから老害です、私は。だから冷静になれない自分がいるって感じですね。はいはい、私は、まあ、しょうがない。自分がやっぱり通っていた時代の、しかもね、まあ、10代、20代になり始めぐらいの時に熱を入れていたね。僕は決して大人計画に肩入れしていたわけでもないし、松本先生が特別好きだったわけでもないんですけど、その時のリーダーであったことは間違いないから、否定全くできないんですよ。はいはい、なるほどね、うん。っていう感覚がまあありますね。だからこれを戯曲と呼ぶかどうかなんていうことを、こんな選考会でしてることが眠てえ話だっていうのが、当時10代だった私からすると思ったですね。っていうことかな。なんかさ、他のさ、新しく世代が変わった瞬間みたいなさ、選、はいはい、評とかも読んだじゃない。はいはい、そういう時はさ、みんなさ、結構見に行っててさ、そうですね。そのなんか内容と舞台に乖離があるとか、なんかそのライブとその戯曲っていうところの観点で話をしてくれてたのに、誰も見てない。そう。なんかこれに関しては全然見てくれてないんだよね。それはなんかちょっとどうなの？問題だよね。そう。多分ね、一人も見てないですよ。この時点で戯曲しか多分読んでないと思う。はいはいはい、だから前、そう、大木さんが言った通りね、太田翔吾さんの舞台とかはみんな見てて、うん、先に見てて後で戯曲読んだら舞台の方が面白かった。どんなこれ戯曲のショーなんだぜって思うけど、うん、このようになるってことは、多分ね、この選考会で初めて読んだんですね。全員ね。そうだよね。野田秀樹さんも含めそうなんじゃないかと思う。うん、実際芝居は見に来なかったと思う。やっぱその、選評する人たちの年齢層とかが、うん、世代が離れすぎちゃってるのが問題なのかな。うんうんうん、だから、松尾鈴木さんのような人が、岸田戯曲賞というのはフィールドが違うと思ったんですね。はあ、なんだけど、ごめんね、正直、今まで決めることは知ってたけど、うん、見て見るふりしてたらすまんかった、ということで、うん、ちょっと立て続けに、ケラさんだとか松尾さんが受賞した時期というのがあったと私が勝手に邪推しております。これは。はい。はあはあ、なので、松尾さんもこのファンキーが一番いい作品かとか、うん、受賞に値する作品かということは非常に難しいんですけれども、うん、まあ、このタイミングだろうという感じだったんだね。うん、で、うん、ちょっと大御所の方々、太田翔吾さんとかね、この後退いて、それで工藤官九郎さんとか受賞するようになったので、はいはいはい、工藤官九郎さん受賞した時は腰が抜けたですね、私もさすがに。え、岸田戯曲賞で今そんなことになってるのかよ、みたいな。うん、だから要するにその経緯が近寄ってきた感じがすごくしたっていうですね。止めざるを得なくなってったんだろうな、状況として。無視してることが不自然だからね。そうだよね。ということで、まあ、取るべくして取ったって感じなんだけど、はい、ファンキーが岸田戯曲賞受賞作だから、うん、じゃあこれから読もうっていうのはやめといた方がいいです。あ、そうだ、ね、この作品はね、やっぱ読みづらいですよ。すごく。いやだからある状況を封印したものだから、うん、とても面白い本であることは間違いないんだけど、これは大人計画の上演台本。そうだね。として読めば、すごい面白い。はいはい。もう読み慣れない人間には向かないね。むしろこれが取るのかよっていう、はいはい、こんだけ混乱してて、こんだけなんかこうバカバカしくて、はいはい、これだけ読みづらいものが取るというところには状況が見えるっていうのがあるね。で、結構ね、松尾さんは割と自分のこと、まあこの人も好き系の人なので、うん、回顧録いっぱい書いたり、はい、折に触れてなんか回想録みたいなもの出すんですよ。はい、ね、だからファンキーの時はすごい苦しかったっていうようなこと書いてますね。どんどんとにかく見切り発車で書いてって、終わりが見えなくて本人も。うん、これ、失敗作かもしれないと思いながら書いたっていうことで、終わりが見えなかったっていう、はい。ただ、もう3分の2くらいまで書いた時に終わんなくていいやと思って書いてます、ね。とにかく行けるとこまで行けばいいやと思って書いたら終わったというような感じらしいので、そういう作家の過渡期のタイミングの作品なんじゃないですかね。しつこいようですけど、別に松尾鈴木さんに肩入れしてたわけでは私はないんですけど、はいはい、ただ演劇好きになって小劇場、うん、毎週のように下北沢とか通っていた頃の本なので、しょうがない。自分がリアルタイムに吸ってしまった空気は入っているものなのでね。こうやってだから老害化してくるね。テント芝居が最高だったとか、アングラおじさんが生まれてしまうわけですね。なんだろうね。90年代の人にも北とは違ったとかね、たわけたこと抜かし始めるんでしょうね、こういう人がね。嫌ですね。嫌ですね。嫌ですね。だからまあ、色眼鏡なしではなかなか言えないってところですね。うん、
はい、自分が体験してしまったがために、ね、ということでした。これより先の時代の人はもうほとんど喋んないと思うので、まあ、今回はそういう回だということで、私の思い入れが入ってしまった回だということで許していただきたい、はい、ということで、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。